前回ですね、えーまあ、井上さん、うん、コミュニケーションであるとか、うん、まあ人を説得する技術であるとか、そういう話になって、騙してませんよ、別に、人は騙してませんけど、これはまあ,ある意味、広い意味での、まあ、社会言語学っていうかね、社会との接点っていうことなんだ、ね、と思うんですが、社会言語学とコミュニケーションこういうどういう関係にあるんですかね。うん あんまりねなんか社会言語学とコミュニケーションって結びつかない言語学の人もいると思うんですけどざっくり言って社会言語学ってまあ二通りあると思うんですよねあるところでちょっと結びつくっていうところなんですけどそこはちょっと今日そこまでの話いいかわかりませんけど一つの社会言語学はあのこれまで第算回,回のお話に出てきたみたいに例えば方言的な分布だとか。 うんうん、地域的な差だとか、えー、と一つの社会言語枠っていうのはそういう大きな意味での社会っていうものと言葉の関わりまあうん、うん、例えば代表的には方言っていうのが一つだと思うんですね。でもう一つはコミュニケーションっていうのは結局まあ突き詰めて言えば2人ですよね。でその2人の人間でああ コミュニケーションしてるんですけどそれがどういう仕組みになっているかっていうのは社会的だっていうふうにまあ考えるわけなす例えば社会が全然違う人とか方言が違うとかっていうふうになると2人で話して,てもなんかうまく伝わらなかったりすることありますよね。うん、ねってことはつまりたった2人のコミュニケーションでもその背後にはいろんな社会性を持っているっていう、うん、まあそういう考え方で。 コミュニケーションの社会言語学っていうふうな言い方は僕はしてるんですけどそういう系統の社会言語学はもう一方であるっていうまあそんな感じなんですね。よくマクロとミクロっていう言われ方もねして、えー、基本的にはまあそういうことの念頭においてこの2つを理解すればいいんですかね。はいはい、そうですね歴史的に言うとですねやっぱり言語学ってもともとは形式とか文法とか形っていうところから始まってきてるわけですよね。はいうんえー でその象徴は、こういうコミュニケーション系の社会言語学とか、うん、この前もちょっと出ました、あの語用論っていう、これもまあ一種のコミュニケーションの言語学だと思うんですけど、うんうん、これ歴史的には、みんな外から入って要するに仮物なんです。例えば、語用論の始まりの一つとされているのは、言語行為論っていう考え方なんですけど、はい、スピーチアクトっていう考え方なんです、はい、これ何かっていうと、例えば言葉っていうのは、ただ文法に従っているとか、 えー、合意がこういう意味を持ってるっていうだけじゃなくて言葉を発するっていうことが一つのもう行為だとでしかもそれは社会的な行為だと、うん、なんでかっていうと明日これあげますよって約束するとすると,するとそれは相手がいなきゃ成り立たないしだからそういう意味で約束という言語行為はまあ社会的だっていうふうにまあ考えるわけですねでこれ誰考えたかっていうオースティンとかサールっていうそういうまあ 言語哲学者たちなんですね。で、うん、そういうなんか哲学者が考えたことをまあいわば言語学の中に解釈してるんですよ。なるほど。 この辺が大体1960年代70年代ぐらいに言語学っていうのはさっきの話戻りますけどもともと文法とか形式とかってずっとやってきたのにそういうまあ哲学者とか社会学者みたいなアイディアをまあ取り入れてきて始まっているっていう感じなんですね。うんうん、この辺あの言語学のこう辿ってきた歴史と言いますかね言語研究にもこう流れがあって、うん、えー、まあ前回からあるようにこう形式重視だったものが 確かにこの言語学の中でも意味っていうのは、まあ、全く無視されていたわけではなくて細々とは続いてたと思うんですけれども今言ったようにこう外からこう、うん、哲学う論理学ですよねとか、まあ、社会学人類学あたりからかなりこう,こう需要を、ね、こう取り込んで今までの言語学の上に乗っけたみたいな。 そうですね。ってて乗っけたのか横につけたのかちょっとわかんないけどね。そうですね。主流派から子育ったというわけでは、必ずしもこう今の,その社会言語学的なものって、必ずしもなくて、むしろなんか暗記って感じですね。特にあのチョムスキーなんかは1950年代の後半から60年代、まあ、70年代もそうですけど、あまりにもすごすぎて。 うん、ちょっとアン,アンチとしてそういうの生まれてきたっていう面もある、ねうん、ですね。やっぱりバチバチのバトルが、ね、あまりに急戦法すぎたので、バトルが生まれて、アンチとしてその認知的なことであるとか、まあ、社会的、心理的っていう方向に、がらっとこう流れが、ね、変わりつつ、うんまあ、あるっていうか。んなこね、今まあね、今なんかもう別の。 お仕事してますって感じになってますけど、<laughs> 私が見ると怒られそうですけど。うん、<laughs> 社会言語学のまあ2つの方向性ということで、うん、でこれ、確かにこう2人の世界、このミクロな,、うん、なんか、インタラクションですよね、を考えるう分野と、ものすごくマクロに、うん、社会の中の方言であるとか、 あですね、まあ、ピジンクレイオールとか、いわゆる伝統的な社会学、社会言語学の話題で、この2つって、まあ、よく考えれば、やっぱり差はあるんですよね,すね。2人でも社会である、社会を背負ってるっていうことは、確かによくわかるとともに。 その接点ああたりりって興味ありますね私もミクロとマクロの接点はピジンクレオールもそうですけどアメリカでこれも70年代か80年代ぐらいに結構始まった考え方なんですけどまあちょっと難しい言葉になっちゃいますけど総合行為の,あの社会言語学っていうこれはあの、はい、ガンパーズっていう。あのはい 社会言語学者っていうか人類学者と言われる場合もありますけどあれなんかは言葉は同じでもなんか方言が違ったりあるいは話し方のスタイルが違ってると言葉は文法的には語彙的には伝わってるはずなのにニュアンスが伝わってないみたいなそういうようなことがあったりしますよね。なななるるるほどじゃあいいい意味でののの言語規則みたももわゆコードと呼ばれようは えー、表面的には同じほぼ同じように見えても<う>まあ背景、うん、に背負っている、まあ、社会的なとか文化的なと、まあ、くくられるような要素もコミュニケーションの一部なので、まあ、通じなくなっちゃうことがあるっていう、うん、解釈のね,ね解釈の仕方ののんか、うん、慣習みたいなのがあって例えば「プリーズ」ってすごい強調すると英米系の英語話者だったら懇願したり苛立ちを表したり。 いますよねははでもこれあの、まあ、ちょっと我々もやっちゃうかもしれないですけど日本人ってよく「プリーズ」つけたがりますよね、えー、やたらめったらねプリーズつけ,すぎつ,けつけすぎたりしたり、うん、あるいは、まあ、これは日本人に限らず英語のノンネイティブですけど「プリーズ」を強調して丁寧に言ってるつもりなんだけど、えー、あのネイティブスピーカーから見るとなんかすごいイラだった感じで言われてる<ー>そういうことがね、えー あったりしますよね、うん、これはまあむしろ方言というよりは解釈に関する慣習が同じ、うん、まあネイティブノンネイティブっていう差はあるかもしれませんけど、うん、同じ言語を話している人でもまあ違ったりするっていう。